じゃん。どうも、亀梨和也です。今日はですね、後輩のスノーマン目黒くんとちょっとまったりゆったり過ごそうということで、これからちょっと迎えに行きますということで、だーん。マイカー、もう10年以上かな、ベンツ SL です。じゃあ早速行きたいと思います。いいよいしょ、レッツゴー。この車は何歳の時だろう、23、4とか5かな2代目ですね、僕の。限定11台かなんかで、ほんでこのマットブラックっていうのが限定1台で抽選で手元に来てくれたんですよ。でも楽しみだね。今回このゲスト企画どうしようかなって言った時に、目黒が差しでちょっと時間作ってもらえたらっていう話をしていて、まあ、いろんな話したいっていうところで、まあ、俺も久しぶりだし会おうかって言ってて、ちょっとこの辺にいるはずなので止めます。いるはず。あ、来た。おはようございます。お疲れです。おはようございます。ありがとう。いや、全然です。早速ちょっと今映ってないから早く乗ってもらわないと車かっこいいっすね来ましたよ、皆さん、目黒蓮くんが。お疲れ、ありがとう。お世話です。失礼します。よいしょ。うわ、すげえ、かっけえ。ちょっとシートさ、そこでできる。お前でかいから。あ、できます、できます。わかる。あ、でもなんか全然もっと下げられるんじゃん。そうそうそう、もうゆったりして。うわ、すげえ。シートベルトつけて、はい、下げていいよ、もっと。はい、全然これぐらいで。あ、目黒くんです。あ、目黒です、お願いします。ツーショットで言うとさ、ないですよね。これお前任せていい？はい、もちろんです、もちろんです。ありがとうございます。なんかすごくない？なんか面白いな時間って。そうっすね、なかなかないですよね。なかなかないもんね。すげえ。私服おしゃれだな。いや、ありがとうございます。日々こんな感じで生活してんの、お前。でも今日はあの亀梨くんの、その、まあ、先輩と会うっていうので、うん、まあ、ちょっと綺麗めに。あ、ありがとうございます。はい、すみません、お気遣いを。っていうか、そうですね、なんか何、二人でこの映ってるっていうのが初めて。初めてじゃないですか。そうだよね。はい、売れたな。いや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 、びっくり売れてるよ。いやいやいや、もうなんかよかったよ。それに感動です、まあ、とりあえず行きますか行きますか動きながらね。そうですね、亀梨君の運転も僕初めてです。まずそう、スーパーに行こうと思って、はい、なんか何するって話したじゃん。はい、なんかちょっと差しでご飯食べながら喋れたらいいねなんて話してたじゃん。はいはいはい、今回それにしました。ってことはまず買い出しってことですか。買い出し。そうだよ、売れたよいやいやいや、だってまだ宇宙シックスっていうね。そうですね、ジュニアの頃に僕のソロコンサートに出てもらって、はい、そうですね、で一緒にライブ終わりに飯食いに行って、みんなで、はい、みんないる前で申し訳ないけどって、はい、このグループ体制したかったら自分がもちろん出たいのは分かるけど、はい、俺が今宇宙シックスのメンバーだったらまず目黒を売れさせるねみたいな話をしたんだよねそうですね、いや、なんかめっちゃ鮮明に覚えてます、うん、でその時お前グループの中でも結構まだ恥だったもんな、宇宙シックスのな。あ、そうですね、身長もでかいからさ、はい、フロントじゃないんだよね、なかなかね、はい。でもその時それ言われた時に、なんか僕自身もそんなこと言われたことがなかったので、今までなんか何言ってるんだろうじゃないですけど、いや、俺はどう考えたって他のやつらもすごい個性があって頑張ってたけど、このチームがまず最初にドーンってこうスタートもし宇宙シックスだったりをさ、切るんだったらまず目黒蓮だろうっていうのは俺から見たら当たり前の話だっただから言ったんだけど、最初はあんまり信じられない言葉だったんですけど、俺はいいんだよ。いや、先輩ちゃんと取れてる。いや、いいよ、お前が映れよ俺はいいんだから。これもあるし、あれもあるから。はい、良かったです。そこからなんか自分が変われたきっかけだったんで、その亀梨くんの言葉が。そうそう、で、結局目黒からさ、はい、連絡先教えてくださいって言ってくれたから、はい、なんか連絡取るやん。自分から俺あんま行かないじゃん、後輩に連絡を教えてとか。そうですね、はい、で、お前がさ言ってくれて、そこからだよね、なんか連絡取り合ったり。そうですね、うん、本当に僕にとって亀梨くんはガチでお世話になった先輩。いやいや、
っていう感じなので、だ今回このお話いただいたのすごい嬉しくて、よっしゃーって感じで今日もうウキウキで来ました。でも流れ的にすごいタイミングだったよね。だって俺 YouTube 始めますっつって2人でもともと会おうって言ってたじゃん、はい、でその日にちょっと俺が仕事をしちゃってさ、はい、で家来てくれてさ、はい、そうですね、俺が YouTube の打ち合わせしてる横にいてくれてで目黒さどうなの出れんのみたいなさ、はい、したらあ出たいっすって言ってくれてさ、はい、じゃあ一発目もう撮っちゃうっていうね。だから本当その場で決まってきましたよね。いやだからすごいご縁だよこれも。いやありがたいです本当に。マジで僕もまさかその打ち合わせを全部聞けるとは思ってなかった初めてそう YouTube のチーム全員集まってリモート打ち合わせをして、はいはいはい、の時のだから全部いろいろね、はい、みんないやいや待たせちゃってたよねコーヒー飲みながら。いやいやそうだからバタバタなんで今ドラマ撮っててさ俺。いや本当今お忙しいですよね。そうなんだ。今というかまあずっとだと思うんですけど、ドラマお疲れです。ありがとうございます。お芝居って面白いよね。面白いですよね、まあ、賞めちゃくちゃもらってるから俺お前にお芝居の話できないけど。いや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 マジで。いやいやもう運です。もういや運じゃないよ本当に頑張ってんだよ。だからこの間さちょっといろいろ話してたじゃん、はい、ちょっと心配になっちゃうぐらいいっぱい話したじゃん俺ら。4時間ぐらいいたよね。そうですね。亀梨君もいやいや亀梨君次の日も朝早かったじゃないですか。そうだ、でセリフも多分覚えたやんないといけない中で2時間睡眠で頑張ってきた。いやもう早く帰らないとと思って僕。いやいや全然全然セリフ覚えてあれから、あの次の日大変だったんじゃないですか。まあでもそのペースでずっとやっちゃいけないけどそういうことは多々あるから。移動中とか寝れんの？移動中寝れる人？寝れます。どこでも寝れます。あだからだよ忙しくても成立するのって移動中寝れない人ってやっぱこのスケジュール無理なんだって。確かに車とかでも寝れなかったら結構空き時間とかカーンっていけんじゃん。はいはい。これ才能だよありがたいよね。赤目らしくもどこでも俺もなのにいざ家帰って風呂とか入ってベッド入ってちゃんと寝ようと思うと寝つき悪かったりするんだよ、はい、考えたりとか、はい、そういう日もあったりするんだけど移動中とかはもうバチェーンすぐで寝れんのよ。楽屋帰って10分とかそれでかいですよね。確かにね。ほら目黒は本当優しいなと思ったんだけどさ。何ですか。まずこれ一発目じゃん YouTube のゲストで言うと一発目になるじゃん、はい、したらお前がさ、いや僕全然ですけどほら伊達とかがさ、はい、同じチームじゃん、はい、だからさ気にかけてくれてたじゃん伊達のことも方のこともさ、はい、でも俺はまあそこは全然問題ないよって言ってさ。いやもう伊達さんは特別枠ですからねやっぱりいや特別枠ってあれじゃないけどもともとほら伊達と違うチームだったしね目黒もね。特別枠でやっぱり僕たち他のスノーマンのメンバーも、うん、やっぱ分かってるんで亀梨君にとっての伊達さんの特別枠っていうのは。なんで例えばこう挨拶する俺にとってっていうよりあいつがあいつがそれを作り上げてきたんだけど、まあ、そうですね。でもまあもちろん可愛い後輩だし、はい、で一応ちゃんと言っといた。あ言って目黒来てくれる最初ってカズニーってそうしょうがない流れもうちゃんと呼ぶからってまあまあ伊達さんはもう特別枠ですから。そうそう。ふと近畿しか多分どうもしおお。あ、運転してて大丈夫ですか。俺やってみますよ。なんかどっかしてる自動なんだよこれ。あ、そうですか。待ってないと本当にどんどんデートみたいになる。これで頼むマジで。そこの横のボタン押しちゃいけないんだよ。これ回ってんのかな。今これ多分回ってると思うんですけどピコンって言ってなかったんでちょっとこれで確認するっていうやつできないかな。でもまだデビューして4年か。そうですね、4年目ですね今。あれもうカトゥーンさんはもう17、8年目とかだよ。すげえ。あと14、5年やんなきゃいけないんで俺のとこまで来るの。すごいですよね。ねえねえどうよ。想像できなくない。やっぱ先のことすぎてなかなか想像つかないんですけど、まあでもこういう風になってたいなとかっていうのはありますけど。デビューが何歳ってこと？22ですね。あ俺が20歳、まあ、そんな変わんないんだね。大変なこともあるけど、まあ楽しいこともね。はい。まあ、でもあの僕結構僕というかグループスノーマン、うん、まあ、そもそもめちゃくちゃ仲いいですし、ね、なんかパフォーマンスに対する熱量とかもやっぱ毎回ちゃんとあるので。いいこと。すげえ踊ってんもんな。今度ちょっと踊り教えてよ。いやいやいや踊りは岩本に教わった方がいいの。あ岩本くんが結構振り付けをしてくれたりとかもあるんで、ね、あれえなりくんじゃねえ今の。え違うマジっすそんなことあります東京はね芸能人が東京だな。東京俺だってそれこそさ、はい、拓也くん、はい、こういう風に道歩いてて、はい、
高谷君が運転している車で、はい、和也って声かけられた街中で、はいはい、代官山で、そっからのご縁だから。あ、そうなんですね。そうだよ。え、仕事でなんとかじゃないの。じゃないんですね俺。逆な。すごい。初めてはプライベートだったんですね。初めてはプライベート。逆なんで一緒にそのまま買い物連れてってもらって、で、これ俺の番号、あいつって。俺だからね、拓也君と初めて会った夜とか、俺車降りてから1時間ぐらい放心状態だったの。あれ、そうなんすよ。今俺キムタクといたよなみたいな。あれ本物。確かにそうなりますよ。なるなる。そっからのご縁だから長いんだよね、拓也君とも。え、それはあれですか、おいくつの。俺がほんと20歳ぐらい。20歳。そう、デビューしたてぐらい。じゃあもう結構長いですね。それもご縁じゃん。柴田でさ、まさかですよね。そう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 。こういう風に未だにね、連絡くれたり、一緒にゴルフ行ったりサーフィン行ったりとかさ。すげえな、なんか素敵な関係性です ね。身長いくつ目黒。身長180、多分5とか。いいな。この間も言ったけど3センチでいいんだよ。3センチくんねえかな。この間ずっと言ってましたもんね。5センチって言わないよ。3センチちょうだいよっていう。俺だって今72だから、3センチあったらちょっとやっぱ違う、75ぐらいになるわけじゃん。でブーツとか履けば78ぐらいでしょ。いや、その、いや僕はやっぱそれ言われた時に純粋に思ったのが、うん、亀梨くんはそのまだモテようとしてるのかっていう。いやいやいや、これ以上いいじゃん。服とかもさ、かっこよくなってもう どうするんですか。よく言うよ。いいよね、85。なんか世界基準なのよ、だから目黒蓮って俺の中で。あ、本当ですか。まあ、俺ももちろん将来的にね、海外とかもさ頑張っていきたいなって思いはあるけど。行かれてましたもんね。この間そうスペイン行ってきました。その時もなんかやり取りしてたよね。はいはい。だから本当さ、これもすごくない？なんで撮ったっけ？なんか亀梨くん今度時間、お前メールくれたじゃん。はい。ちょっと差しで。そうですね。で、あのタイミングでだって連絡くれてなかったらこれになってないんだよ。確かに。それでやり取りしてて。これ今度 YouTube 始めんだよね、になり、えって今日じゃん、はい、だから巡りやご縁ってあるなと思ってさ、そっから結構トントントンってきましたね。そうそうそう。じゃあ差しでいつにしようか、俺も忙しいからってスケジュール合わせたらこの間だったじゃん、はい、よく空いてたね、お前。いや、行きました行きました。それがすごいね。でも巡り合わせで今日スケジュール取ってないじゃん。で、今日はもともとなんか料理動画かなんか撮ってみようか、そしたらめめ来れる、じゃあそっちで撮っちゃうよ、料理もやっちゃおうよっていうことなんです。いい感じのこうタイミングのマッチで、ね、ありがたいよ。ありがとうございます。でも結構言われるか、あ、俺が YouTube やるみたいなのってあまりイメージみんななかったみたいで、はい、やるって言い出すって、はい、え、なんかきっかけとかあった？あった。やっぱいろいろこう流れがあるじゃない今、はい、会社とかもさ、はい、そういった中でこの間ちょうどジュニアのライブの再演出とかやったりとかして、はいはいはい、やられてました。久しぶりにその何だろう、後輩とかとがっつり時間過ごしたりとかあったじゃん、はい、でやっぱなかなか仕事がないとさ会う機会って正直ないじゃん、うん、よっぽどこういう感じの中とかじゃないとさ。そうですね。で、なんか、まあ、俺なりのなんかつながり方とか守り方とか進め方、うんうん、今こういういろいろ会社の状況とか世の中の状況もあったりするんだけど、はい、これまで自分がなんだろうな、構築してきたものとかも含めて、うん、自分なりのやり方っていうのはあるんじゃないのかなと思って。なるほど。ことグループのこととかも含めてね、今後ちょっと亀梨和也というものに対してもう少しピントを合わせていってあげないと、うんうん、自分が自分を嫌になっちゃうなっていうちょっと時期に差し掛かってたんだよ。なるほど、うん、まあ、それのこう一つの、そうだね、やれることというか形として YouTube があった、うん、だ全部自分でやってんだよ。ですよね。僕だからこの前びっくりしたんですよ、その打ち合わせされてたじゃないですか。スタッフさんも集めたりとかさ、家で、そう、もうほんと細かい部分まで話し合われてたんで。そう、基本的にその他の多分 YouTube 持ってる方たちとちょっと違う流れというか、うん、そうですよね。なんか聞く会社の中の YouTube の担当の人は全くタッチしてないから、うん、どうせやるなら甘えずにやろうと思って。あ、そこだね。かっこいいですね、うん、まあ今いろいろ状況変わる中だけど、今までのルールとまた変わっていく流れの中で自分はちょっと苦労してみようかなって感じかな、はいはい、まあ、プラスこのタイミングで始めるんだったらっていうところもありますね。そう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 、
で始めるならさ、どうせ初めましてになるわけよ、その会社のスタッフさんでも。うん、そうですよね。そうだとしたらなんか自分でちゃんと集めて、はい、声かけて、こういうことしたい、ああいうことしたいみたいなのを、うん、いやでも本当チャレンジですね。そうだからこれはね、まあ、偉そうなこと言うわけじゃないんだけど、はい、これまでにない流れをこれから作っていかなきゃいけないわけじゃん、うん、そうですね。で言うとやっぱお兄ちゃんな方じゃん、会社の中でも、はいはい、これまで、まあ、みんな今後エージェントとかでなんていう関係値になるか分かんないけど、はい、まあ一応ね既存で言うとお兄ちゃんなわけじゃん、はい、だったら俺のその形、うん、今までにない形を構築していくことが、まあ、今後さお前らもそうだけど、あこういうことってこういう流れでできるんだとか、はいはい、俺もアドバイスできるじゃん。今までの流れだったらさ、よくお前らとこう飯とか食っててさ、はい、亀石君これどうなんですか、なんですかってこうじゃない、ああじゃないって言えたけど、はい、これからの流れって説明できないじゃん、俺も初めてだからそうですよね。だったらリスク背負ってでもちょっと先陣切ってやんないと、うん、お前らに対してもちょっと顔、なんだろう、いろいろ向き合えるものが少ないなと思ってさ。いやいや、もう十分かっこいいですけど。いやいや、すいません、はい、1台お願いします。こちらですか。はい、お願いします。ありがとうございます。着いた。着きました。この車はバックモニターないからさ。え、目黒って普段運転すんの？運転、あ、まあちょくちょく できるときします。あ、じゃあちゃんと免許持ってんだ。持ってます、持ってます。結構さ、お前ら世代って持ってない子多くない？チラチラいない？確かに多いかもしれない。俺らの時代ってもう速攻取りたいってタイプだったからさ、車欲しいみたいな。よっ、止めまーす。亀梨くんのバックでーすっていう。こうやってやった方がいいの。こういうのやった方がいいの。目黒蓮にこんなこと言ったらファンに殺されないもん。いやいや、殺されないです到着。よし、到着しましたね。ちょっと買い出す。昨日何食った？まず決めよう。何食べた？昨日はもうゴリゴリに焼肉食いました。オッケーオッケー。阿部ちゃんと焼肉食いました。あ、そうなの。はい。何が好きなの？イタリアンとか。あ、もう好きです。海鮮。海鮮大好きです。あ、海鮮好きです。海鮮好きです。めっちゃ。ちょっとじゃあお前の好きな食材とか見ながら。え、いいっすか。何も決めてないのよ。それがいいっすよね。でもなんかプライベートっぽい、はい、ってことなんで、いきますか。お願いします。Let's go。 うわ、マジなプライベートだ。超プライベートだね。ごめんな、お前カメラ担当でいいの？全然いいっす、もちろんです。怒られない？目黒ファンで。いやいや、怒られないです。誰も怒らないです。よいしょ。